主来は、儒教経典の一つで、来期、儀礼と共とに、三礼を構成する書き物である。正確な成立時期は不明である。主来は、儀書の疑いがあり、紀元前11世紀に周公坦が作ったとも、前漢代に、竜が作ったともされる。内容としては、周王朝の、礼、すなわち、文物、修族、政治制度。 特に簡易制度について記されており、戦国時代以降の受者にとって理想的な制度とみなされた。ただし、考古学調査によって得られた、金文資料や他の先進文献に記された制度とは食い違いを見せている。五感の提言による、中、東の柿見彦による章ともなって、主来中祖として十三教中祖に収められている。主来の署名は本来、 週刊であり、六教の一つである、霊とは関係なかったと考えられる。前漢の武帝の時に、カカンコ王が入手した。真の王王の時初めて経典に加えられ、龍が、主来に署名を改めたという。しかし、東漢編が欠けていたので、その代わりに、航行期を収録した。あるいは、カカン王の時に、すでに、航行期で補ってあったとも言う。 五感に入ると、都市春が、朱来を伝えたといい、柿や、帝公も、朱来に通じていた。柿の子の、花王子、帝公の子の帝州、バトールらが注釈を書いた。朱来は古文学派にとって、重要な経典であり、柿の門人だった、巨神も、朱来を治めている。提言は、都市春、帝公、帝州らの説を総合し、さらに、主来の説を基本に、 儀礼、来期にも注釈を施した。儀の応祝や闘神の官報にも中があったというが、現在は、提言の中以外は滅びている。新末の孫以上は、新朝交渉学の成果をまとめて、主来正義を表した。官職を、天官、地官、瞬官、果官、週官、当官,官の六官に分け、それぞれに六十の官職が属するため、 官職の合計は360になるはずであるが、実際には、各官にはそれ以上の官職が属している。それぞれの官について一辺をなし、本来は全6辺からなるが、当官編は防一し、代わりに、高校期で補われている。しかし、高校期は明らかに他の辺とは、内容が異なり、官職の数も半分の30しかない。夏感の群芝。 腰芝、行芝、手のひら強し、習慣の手のひら冊子、手のひらかまかない、土足、都市、歌詞、高校期の男子、医師、毛衣詞、運びと、人、超人は大のみで、中身がない。転換、詳細によると、各官は、以下のような職能を持っている。実際には、地官には、地方行政や、農業関係の職が多く属しており、六部の分類に、 近い。この書物は、新たの王毛が全館から散脱する際に、道義的な後ろ立てとしており、王毛の側近である竜により鉄造されたのではないかとする見解もある。その後も、大きな政治的改革、改変を行う際に、主来を根拠にされた。特に有名なのは、正義の時代に、披露し露弁によって行われた、完成改革で、 主来を元にした六官の制を作り、これを不平性と組み合わせた、軍国制を作り上げた。正義の完成は北州に受け継がれ、国家の強化に成功した。隋は六官の制を廃止した。北宋の王安石の神宝もこの書物を利用している。上記のように、高校記は本来、主来とは、無関係な書き物であったと考えられる。 高校期は現存する中国最古の工業技術書であって様々な器物の寸法を細かく述べている。清史以来多くの研究がある。大臣は高校期図を作っている。高久氏によると、高校期は当州以後の際の人によって書かれた。ありがとうございます。